皆様こんばんは。 NPO 法人京都奈良 EU 協会のラジオ番組ランデブーで奈良アットマーク奈良 .fm です。今夜も奈良町の中心にありますスタジオから生放送でお送りいたします。今日はお伝えする内容が盛りだくさんなんですけれども、今夜も素敵なゲスト、お一人お迎えしております。ミカエル・エベイエさんです。ボンソワー。ボンソワー。ミカエルさんにはたくさんお話を伺っていきたいんですけれども、まずはですね、大イベントが控えておりますので、そちらの紹介、方々、EU 協会の催し物についてご案内していきたいと思いますが、中井理事長とともに。はい、皆様こんばんは、ボンソワーです。本当に今月はですね、山のような、海のような、そうですね海とも山とも知れるようなそんなことはないか、高く深くですか、深く深くね、やっていきたいと思いますけれども、本当にですね、質問を受けるかどうかわからない、そしてゲストのミカエルさんの魅力的なお話と、そしてこの音楽ちょっと聴いてみたいと思うんですね。実はこの、僕が言った方がいいんだと思いますけど、これを作曲したのは今喋ってた今井エリさんですよね。はい、すみません、ご苦労さまです。公共の電波でごめんなさい。いやいや、しかも今朝そうです、今朝慌てて録音しました、はい、そうなんですね。EU協会ではいろんなことをやっておりますが、音楽に力を入れると、しかもオリジナルの音楽を作っていこうということでですね、はい、エリさんに作曲していただきました。では行きましょうか。はい、はい、紹介してまいりましょうか。そうですね、はい、いろんなことを今月はやるわけなんですが、順番からいくと、英語クラブですかね。そうですね、英語クラブですね。はい、英語クラブはですね、今月に関してはちょっと場所を変えて、なんていうんですか、近鉄奈良駅の公共ホールっていうんですよね。歩いて数分のところの、はい、公共ホールでですね、催しをしたいと、で、ゲストがですね、いつも一人お招きしてるんですけど、今回は、ニューヨーク出身ですね。はい、ニューヨークといえばですね、ニューヨークヤンキースって知ってます？あ、知ってます。はい、彼女、アドリエンヌっていう人ですね。はい、アドリエンヌって言ったら何か思い出しません？アドリエンヌって言ったら何か思い出しません？アドリエンヌって言ったら分かんない。ロッキー見てない？ロッキー、映画ロッキーで最後はね、ロッキーがアドリエーンって叫ぶんですけど、そのアドリエン、あ、そうなんですね、そうですね、別の人なんですけどね。はい、そのアドリエンがですね、ゲストなんですけどね。はい、で、彼女はね、すごいね、アメリカ の、ニューヨークにある野球チームのファンなんですよね。で、先月のゲストはティエリ君、先月でしたっけ、先月ですね。先月のゲストはティエリ君がですね、はい、関西のですね、阪神タイガース、はい、そうおっしゃってましたね。で、のスタジアムを、甲子園でアルバイトしてるだけあって、その、ね、関西のファン、僕もそうなんですけどね。はい、で、僕は実は嫌いなチーム、野球は好きなんですけどね、はい、野球は好きなんですけど、嫌いなチームが2つあって、その2つ、アメリカに1つ嫌いなチーム、日本に嫌いなチーム1つあってですね、共通してるのがですね、中央主義っていうね、大体わかると思うんですけど、で、金に糸間をせず、どんどん選手を集めてくるっていうね、というので、ニューヨークのあるチームと、東京のあるチームが嫌いなんですけど、ね、だから今、はい、アドリエンヌと、ね、にこやかに喋ってたね、このチームで、この話題で盛り上がってね、踊れという感じで。なってしまったんです。それはと思います。すごく魅力的な女性で、はい、これは第2火曜日なので、今回14日の19時から来てくださるということで、詳しくは EU 協会のブログをご覧ください。はい、なんか奈良 EU って、そうです、奈良 EU、ABCDE の E ですね。で、検索していただいたら出てくると思います。そしてですね、先月からですね、この不幸にして起こってしまった、東日本大震災、そしてそれについて起こった福島原発事故についてですね、講演会シリーズを開始しました。はい、それは、医師から見た、ね、お医者さんから見た福島、そうですね、専門家から見た福島原発事故と、そうですね、先月はどんな内容ですか。先月はその要するに、放射能、放射線という言葉がよく聞かれるようになりましたけれども、それが、賃貸に与える影響と、一方
で、あのその治療に用いられる放射線ということがありますので、まあ、あのその健康問題ということをあのテーマにとってあのお話をしていただきました。そうですね。で、今月は、6月18日の土曜日の14時、はい、まあ、まさにその次の大イベントの前日なんですけども、ね、14時から16時まで、テーマが、被爆者医療から見た福島、原発事故ということで、はい、まあ、あの無料ですね。そうですね。まあ、これ我々は京都なら友協会なんですけど、これは京都のプログラムでして、はい、あの京都の山科駅の近くにクリニックが、ありまして、まあ、そこで行います。詳しくはまたブログの方をご覧ください。これは非常におすすめの内容です。そして、この、チラシは我々の手元にありますけれども、大イベントですね、音楽の祭日インガラということですね、はい、これは全て無料で行われるんですね。本当にね、もう、大イベントになりましたね、はい。まあ、音楽の祭日は今回も来ていただいているあのフランスのね、まあ、ゲストの方が来ていただいているんですけど、うん、フランスで25年前に生まれた、ね、はい、音楽の祭典を原型として、音楽を共通言語として世代、性別、民族を超えた全ての住民参加のイベントであるということで、はい、まあ、奈良の代表的な場所でやっちゃおうということですね。まあ、ざっとこの述べますと、その春日大社、はい、そして、東大寺、はい、そして奈良県立図書情報、奈良国立博物館、ね、はい、秋篠さん音楽同士、奈良女子大学等でですね、はい、行わせていただくと全部、無料ですので、で詳しくはですね、これもブログに載せてますけども、200人を超える。そうなんです。で、まあ、その特徴的なのがですね、そのジャンルも、まあ、クラシックからポップスからジャズから、もういろいろ盛りたくさんですので、そうですね、そうですね、ぜひプログラム見ていただいて。そうですね、はい、でこの21日ではですね、まあ、あのエジさんの作曲による、はい、ちょこっと、もうやるという行かせていただくことに。そうですね、これも一言で言い切れないので、言い切れないです ね、まあ、近々こちらの放送に出していただくという話も聞いたような気もしますし、ね、大丈夫ですか、はい、いや、うん、そうかもしれないということなので、はい、でですね、まあ、そこでゆっくりお話ししたいと思いますが、それとですね、まあ、次に、何するんでしたっけね、そうですね、もっと今度はこじんまりとした集まりも、続けておりまして、ギャラリーサロンといっていうか、ですね、あの近鉄学園前近くか遠くかのですね、ガードギャラリーでもでですね、はい、まあ、あの理事の、その、千代子さんのお話、英語と、私というテーマでですね、英語との出会いとか、はい、星の王子様の話とか、はい、海外における、この人は、まあ、画家でもあるんですけども、海外における私のテーマ等でお話ししていきたいいただきたいと思いますけども、簡単なミニパーティーもやってあります、はい。まあ、そして、映画研究会ではですね、まあ、その映画について、まあ、みんなで語ろうという会ですので、うん、ぜひ、これら詳しいことは全て、ブログに載せられておりますし、載せられる予定ですので、またぜひ見てください、ね、ご覧になってください、はい、でまた、まあ、詳しいことは後でまた時間が余ればお話しできるかな、しかしできないかなと。というのは本日のゲストは非常に魅力的で、盛りだくさんなテーマを山と抱えて、海のように、海と山にこだわりますけど、はい、じゃあ、エリさんから紹介していただけますでしょうか。ボスワー、はい、ミカエル。ボスワー。ボスワー。というわけでして、本日お迎えしているゲストが、フランス出身の、ゲストなんですが、ミカエル・エベリエさんをもう一度ご紹介したいと思いますが、まずはですね、自己紹介ということで、少しお話しいただきたいと思います。お願いします。ボスワー。Je m'appelle Michael Éveillé.J'ai 28 ans, j'habite au Japon depuis bientôt 5 ans. Je suis vice-président d'une entreprise de langue étrangère et d'import-export. Donc, j'ai créé l'entreprise avec un collègue français il y a un an et demi environ. Et voilà. Sinon, donc, je suis aussi étudiant à l'université de Tenari, en quatrième année. Donc, étudiant de japonais, exactement. Donc, je suis venu au Japon en échange universitaire avec l'université d'Orléans. はい、じゃあ、はい、エリさん、通訳の方。あ、そう。私が引き続き通訳ですか。今、カメラマンですから、はい、
ですね、簡単に今ご紹介いたしますと、ミカエルさんはまず、年が28歳でいらっしゃいます。で、日本にいらっしゃったのが約5年前ということで、今年の9月で5年に丸5年になるということですね。それで、今現在日本でどんなことをされてもかと言いますと、実は日本で会社を設立されまして、お仲間がもちろんいらっしゃるんですが、貿易会社、輸出入ですね、今やってらっしゃって、その会社の副社長さんですね。そうですね、1年半ほど前に設立されたということで、去年の2月まで、まだ1年半ではないんですけど、そろそろ1年半、はい、そうです。で、それとともにですね、よく日本語では二足のわらじとかなんとか言いますが、もちろんその言葉がぴったり当てはまるんですが、実は天理大学の、4年生でもいらっしゃって、交換留学ということでフランスのオルレアンの大学と、交換留学の制度を使って日本にいらっしゃったと。そうです。いうことですね。はい、ここまでが今お話しいただいた内容なんですが、今伺ってましても、まずその二足のわらじと言いましても、会社の副社長と学生という二足のわらじっていうのは大変そうなイメージがありますね。もちろん両方合わせるのは時々難しいんですけど、でも大学は今4年生なので、そんなに忙しくないので、卒業論文はもちろんあるんですけど、それ以外はまだマシです。まだマシですか。はい。皆さん今お聞きになって、お気づきかと思いますが、ミカエルさんもちろん日本語が大変お上手ですのでいえ、まだまだです。謙遜していらっしゃいますが、ということで今晩は、日本語中心になるかなと思いますが、楽しいお話伺っていけたらなと思います。で、今簡単にちょっとざっと自己紹介していただいたんですが、順を追っていろんなお話伺いたいんですが、まずそのミカエルさんのご出身地についてちょっと伺いたいんですけども、ですか、フランスではピエフィットエスボアという名前村で住んでたんですけど、そのですか、子供の時から住んでて、もうその村の人口は300人です。300人、はい、ですか、すごく少ないって思う人がいるかもしれないんですけど、それで子供ももちろんすごく少なかったので、学校は別の村とやってたんです。はい、はい、ですか、小学生の時に、僕の村か隣の村に行ってたことでしたが、結局その村が小さいので、はい、そこに学校がないということですか。学校は先生は一人しかいなかったので、ですから学校一つの部屋では幼稚園小学生1年生と2年生は一緒に入ってたんです。そして一人の先生はみんな同じ時に教えてて、先生には大変でしたけど先生自身は大変でしたけど、なんかお話伺ったら、そういうわけで幼稚園1年生、はい、2年生っていうのが隣の村に、はい、そして小学生2年生、3年生、4年生は、うちの村ででした。その人口300人のそのお住まいになってた村の中で、隣の村の子供たちもやってきて、はい、そうです。人数の内訳をさっき聞いてて驚いたんですけども、それで、要するに2つの村の子供たちが集まってくるんだけれども、けれども一クラス？はい、一クラスは5人でした。5人。はい。すごいですよね。そうですね。ですから、もちろん先生はこれですごく厳しくて、バカなことは絶対できなかったし、でもすごく楽しかったです。そうですよね、結局その先生の目が十分に行き届く、はい、そうです人数ですもんね、はい、
実際授業ってどういう雰囲気だったんですか？授業は、まあ、そのまず先生はどのクラスに教えてることは決まってたので、うん、いつも小学生、例えば2年生からその次は3年生、その次は4年生、うん、でも始まりはみんな始まるためにその前の日は宿題があって必ずまず宿題で、うん、そこから先生は一クラスに教えてて、うんうん、あと隣、すぐ隣、うん、本当にもう2メートルぐらい、ね、はい、先生は走っていくわけですね。ではない。ではない。歩いても全然問題なかったんですけど。そして隣のクラスに、まあ、20分ぐらい教えてて、うん、その20分ずつで教えてた形なんですけど。そして、まあ、黒板は3つあって、うん、みんなが自分の黒板で、はい、そして、まあ、フランスの授業は日本と違ってて、はい、だいたい休憩は1時間半ずつです。小学生でも幼稚園でも、はい、1時間の授業っていうのはあって、そしてあと休憩になります。もちろん先生は1人だけでしたので、うん、その、まあ、20分また20分して、そしてまた少し残りとかをして休憩をしながら、まあ、休憩をしてからまた勉強でした。うーん、はい、本当にそういう意味ではなかなか経験できないような環境にいらしたんだと思いますが、はい、まあ、ちなみにですね、このくらいの規模の村ですと郵便局もなかったと。そう、全然店もないし、お店もない、パン屋さんもない、パン屋さんもない。フランスでパン屋さんがないということはかなり致命的なような気がしますが、どうされてたんですか？ですから、まあ、昔はパン屋さんがあったんですけど、もう10年前に、まあ、亡くなってて、うん、その別のパン屋さんは2日ずつ、うん、パンを持ってきてて、2日に1遍、はい、そう、2日に1遍持ってきてて、はい、そして、まあ、予約しないと出られない。あ、そうですよ、ことが分かってないと、はい、そうですか。まあ、のびのびときっと、ね、生活しますが、はい、今日、まあ、こうして日本にいらっしゃるまでの過程というのが、はい、ね、そちらのお話もどんどんあると思うんですが、まあ、その後、はい、その地の村での様子、まあ、の人ですよね、はい、でそれから先に進んでる、まあ、はい、まあ、家からは12キロぐらいでしたが、そうです。別の町で25キロぐらいでした。国立高校でしたが、はい、まあ、フランスはないんですけど、1回のは20キロ。そうです、一番近くて25キロ。そうです、そう、毎日バスで通って、もうほとんど朝、まあ、授業は8時から、朝の6時半ぐらいのバスに乗ってて、それは大変でしたね。結構厳しかったですね。なるほど。それでですね、その、まあ、そうやって、まあ、高校に進まれて、まあ、そうするとだんだんその自分の、専門分野にしたいものっていうのが出てくる時期ですよね、はいはい、そう、フランスの子を選ばなければならないんですけど、はい、まあ、僕はそのバカロレアシェンティフィック、皆さんあまり聞いたことがないかもありませんが、そうそう、そもそもバカロレアっていうのはどういうシステムかっていうね、そうですよね、独特のシステム、まあ、そう、まあ、日本でも今センター試験ってあるじゃないですか、みんな一斉、ね、はい、全員ではないんだけど、フランスの教育システム試験っていうのは、はい、だから大学に入るまではないんですよね。はないんです。ですから高校入学試験はなしで、必要なのはそのバカロレア。そうですね、だから、まあ、全国一斉にする、はい、センター試験みたいなもので、はいはい、そうです。それに合格すれば、まあ、一応大学に入れるということですね。ですから、うん、そのバカロレアは、まあ、簡単にすると高校卒業試験とも、はい、言えるんですけど、うん、ですからその試験ができたらどこの大学でも行けます。まあ、有名なソルボンヌ大学でも誰でも入れます。うーん、はい、面白い制度ですよね、うん、まあ、それとそのシアンティフィックっていうのは、まあ、理科系。そう、理科系、理科です。だからそのセンター試験の中でも理科系である。そうです、はい、ミカエルさんは理科系。はい、そうです、はい、専門は、バイオロジーでした。キュウリの背中。
ということで、ね、ということで、きっかけから大学はまず大学の前は専門学校に、はい、通ってたんです、はい、専門学校っていうのはフランス語で難しい名前なんですけど、はい、オーガニゼーションエジェニーデプロデュクションはい、あ、そうですか。まあ、つまり会社の中ではどんな仕事を、のやり方を習うことです、うん、ですから例えばパソコンのことも習ってたし、うん、あと会計も習ってたし、うん、社長の仕事も習ってたんですけど、うん、でもあまり、好きではなかった、あまり好きではなかった勉強なので、うん、1年間やってて、その後は別の大学に行きました。あ、そうなんですね、はい、専門学校から、大学に、はい、国立大学、国立大学に、はい、その専門はフランス語でマテマティック・インフォーマティック・アプリケオ・シアンス。また長いですね。マテマティック・数学。インフォーマティック・情報科学。アプリケオ・シアンス。アプリケオ・シアンス。ですから、簡単に。はい、そんなみたいです。はい。なんかいろんなもの統合しちゃった感じですね。はい。そして、そこからは時間があったんです。勉強がしながら少し時間、空いてた時間があってて、そして友達は日本語に興味がすごくあって、はい、そして一緒に日本語の勉強しましょうって言われてて、うん、そしてしましょうにしたんです、はい、結局友達は日本語の勉強しなかったんですけど、誘った方はしなかったんですけれども、はい、ですから同時にそのマテマティックの勉強と日本語の勉強をやってたんです。なるほど、はい、同時にいろいろすることが好きな人なんですね。でも、最初のは全然問題なかったんですけど、うん、どんどん勉強してすごく数学と日本語の方は忙しくて、うん、ですから、日本語の方がどんどん興味を持ってて、うん、日本語の勉強の方が好きになって、もう数学をやめました。やめちゃったんですか？はい、もう本当にもう毎週大学で50時間ぐらいの勉強になってたので、もうほとんど無理でした。その専門のお勉強が50時間？日本語と両方の数学の勉強両方合わせて大体50時間。そこから家での宿題とかもあったので、もうほとんどもう無理でしたので、その時に、ああ、どっちの方がいいかなって、一番好きなのを続けるって思ってて、はい、そして今日本語にしました。日本語にしましたと今ポロッとおっしゃったんですけども、要するに数学をもうすっぱりやめて。そう、もちろん数学は今でも好きなんですけど、はい、その両方の勉強をしながら本当にその、日本語をもっと知ってて、日本語の文化とか日本語の歴史とかを習ってて、すごく興味を持ってて好きになって、うん、もちろん言語も、はい、そのすごくの、まずとっても特別な言語なので、はい、ほとんどフランス人、誰、うん、他のフランス人が話せない言語なので、すごく興味持ってて、うん、もうその時から、日本が、すごく好きになったと思います。その、はい、専門のね、数学と同時に日本語を学ばれたっておっしゃってましたけども、はい、それは大学の、そのカリキュラムの中にあったんですか、それともご自身で勉強されたんですか？ご自身、自分でそう、ご自身で自分で、すいません、自分で勉強されたんですか？はい、でもどんな風にされたんですか？その
どうかな、まあ、その普通の、まあ、大学に授業があって、うん、行って、そして、まあ、どうかな、とっても普通の大学の。あ、大学の授業を見に行ったり見に行ったり、もちろんあの最初は見に行ったりだけ、うん、日本語の方。数学はもう普通の学生として、うん、日本語は見に行ったり、うん、あと、もう、フランスの大学ではいつでも入れます。あの、うん、その、まあ、年の始まり、年度の始まりだけではなくて、途中でも入れます。あ、そうなんですね。はい、ですから、うん、その、1ヶ月ぐらい経ってから、うん、もうに、その、まあ、両方は同じ大学なので、うん、はい、あの、数学学科と、まあ、あの、文化学科。文化学科。はい、があって、その文化学科の学生もなりました。はあ、なんかね、自分の専門だけでもかなりね、勉強大変だと思うんですけども、はい、まあ、そうやって日本語を勉強されていくうちに、だんだん日本語の方に、そう、どんどん日本語の方にのめり込んでいかれたと。はい、まあ、昔、もちろん昔から日本語に興味があったんですけど、うん、特に、まあ、アニメとか漫画 の、 あ、ま、のおかげのせいで、せいで、おかげで、あの、どんどん興味、あの、持ってたんですけど、まあ、フランス人は、まあ、僕と同じ年のフランス人はもうみんなたくさんアニメをあの見てたんです、子供の時に。あの、また僕は日本のアニメは毎日休みの時に多分5時間ぐらい見てたと思います。5時間、はい、5時間、そうですね。もうフランスは日本よりあの日本のアニメは流行ってたと思います。そうですか。なんかあのね、あのフランスではその、まあ、もちろん、まあ、テレビでやってるそのアニメもそうですし、はい、漫画本も、そう、翻訳されて、ね、いっぱい出てますもんね。はい、そうです。あ、じゃあ、まあ、そういうものにただ影響を受けてと、ね、この辺でですね、またあの音楽を聴きたいと思いますけれども、はい、ショパン、ね、あ、ショパンですか、ね、はい、で演奏してるのがエリさん。すみません。いやいやいや、まあちょっと聴いてみようじゃないですか。新しいマシュマロでこうやってみよう。こういう感じですね。このままマシュマロです。ですから、まあ、あとその、まあ、日本語になって、うん、どうやって日本に来た、どうやって日本に来たか、それからその、まあ、そして、まあ、大学に入って、まあ、今4回生で、うん、去年からお会社を発達して、うんうん、そして、まあ、例えば卒業論文とかも、うんうん、ですね。で、まあ、その中で、ね、まあ、その日本とフランスとの間違いとか、そうですね、なんかちょっと織り交ぜていきましょうか。ですから、まあ、大学の話になってる時に多分、まあ、違いがあるかとか、うん、そうですね、うん、反省終了。もうそろそろ準備しておいてくださいね。